じゃあ、先輩から見て後輩の一押し選手どうですか、小川君から見て。僕はなんかベンチに入ってて、はい、もうちょっと出てた杉野イフヤニ君っていう、はいはいはい、なんかもう僕の弟みたいなやつがいるんですけど、おうおうおお、そいつが一押しです。とにかく速くて、うんうんうん、まあ、自分もボールリバウンド取ってからそのままプッシュするっていうのが得意だったんですけど、うん、なんかまあ自分よりか全然速くて、手に切っていく力はものすごいあると思います。いやすごいな、大事よねスピードって。スポーツ推薦を取る先生がどういうところを見てるかっていうか、もうね、結構その顧問の先生さんに聞くんですよ。そんならやっぱりこうスピードのある選手って結構重宝されるというか、やっぱ大事ですよね、スピード感ある、あの突破できる選手は、はい、めっちゃ速いやん。陸上部ぐらい速いです。ほんまかお前。いや、ガチっす、ガチっす、ガチやんな、みんな。え、なに、そんな速い、普通に走るときが速いのか、ドリブルしてるときが速いのかっていう。どっちも速いっす。どっちも速いやん。うわ、見てちょっと僕と50メートル、あ、俺50メートル遅いな。あかんあかん。ドリブルつきながら勝負したいな。ケニー君どうですか。去年もスタートで出てた星川海星君です。はい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 、はい、あの1年生なんですけど、うん、まあ、洛南で1年生でスタメン出るっていうのが例年にも何人かしかいなくて、まあ、それも、うん、その星川海星君の兄の星川健信さんだったりとか、うん、あと他に OB とかで見ても本当に何人かしかいない中で、まあ、試合で出て、もうすごいなんかプレッシャーを感じさせないっていうか、その緊張感を感じさせないような動きというか、シュートもうまくて、フィジカルも強いんで、本当に何でもできる選手です。1年生でフィジカル強いってなんなんやろな。もう来た時からそうでした。本当にごつかった。そうなん。だって、ちょっと前まで中学3年生やろ。フィジカルっていう言葉知らんかったもん、中学3年生の時。ってぐらい、フィジカルをさ、やっぱ知るのは高校生入ってからやん。やのに、高1でフィジカルやってて、ほんまなんかちょっとおかしいなと。いい意味でね。いい意味でおかしいなと思って。ってことは、来年も洛南安泰ですね。楽しみですね、また来年の洛南も。岩井くん、ほんと頑張ってね。ほんまに大変やろうけど。もうキャプテンが一番大変やからね。ほんまに。これはほんともう、キャプテンにいつもお疲れ様って言うんやけど、ほんま大変やから、キャプテンは。最後のテーマいきます。テーマ3、今後についてです。はい、今後についてです。まずはじゃあキャプテンの岩谷君から、今年のまずじゃあもうズバリ目標を教えてほしいです。はい、目標は去年3位だったんで、はい、とりあえずそこを目指したいです。おお、なるほどね。あの岩谷君から見て他のチームで、まあ、こいつやばいなっていう思う選手がいる。やっぱ東山の選手はみんなすごいなって思います。その西部君は一緒にやったりして結構飛び抜けてて、そうなんや、すごいな。やっぱあの身長で外も打てるし、うん、でドライブも全然高いんで、うん、やっぱそこが両方いけるっていうのは強みかなと思います。ね、あれはね、ちょっと頑張って止めてほしいですね。だいぶ止めにくい。それこそなんか一人で試合中に1対1とか生きよるじゃないですか、西部くん。ああいうのもちょっと止めれないとね、はい、ぜひね、勝ってほしいですね。ここいつも僕もだいぶ注目して、あの京都予選からあの見てるんですけど、今回ね、あの新人戦がなくなっちゃってね、あのどうですか、このやっぱコロナの影響が続いて新人戦がなくなってしまったっていうことがあったと思うんですけど、そこもどう感じてますかね。京都府の新人戦も近畿もなくなって、うん、そこで差が生まれてしまうと思うんですけど、うんうん、ゲームライクでやっていられたらなって思います。いやほんまこの3年生のね、試合出てからのこの一個一個のこの公式戦の経験ってだいぶこうこれからのチームに左右されることやと思うから、なんかだいぶこうね不利な状況ではあると思うんですけど、まあその分ね、なんかこう頑張れるとこっていっぱいあると思うんで、岩井くん最高のチームしてくださいって3回目ぐらい言ってます。僕すごいプレッシャー与えるけど、はい、頑張ってね。じゃあ3年生2人行きましょうか。ここも大注目ですよ、本当に。まあ、進路について、小川くんが今京都のハンナリーの練習生で、大学はどこでしたっけ。筑波大学です。筑波大学や。でケニーくんが大学が
まだ発表してないですよね、確か。これなんでなんですか。いや、なんか言うタイミング逃した感がすごいあって、全然言いたくないとかではもうないんですけど。あ、そうなんや。もう言いたくないと思って、なんかあんま聞いたらあかんのかなと思うんだけどまあせっかくなんでね、ここでやっぱちょっと言っちゃう。ケニー君大学どこ行くか俺もめっちゃ気になるんだけど。はい。おっ、おお、これ初出しですよ。なるほどじゃないっすけど、この本舗初公開、大学どこ行くんですか。専修大学に行きます。おお、ぽい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 わ。選手のこのなんていう攻撃的バスケというか、いや、ぜひ選手行っても暴れ散らかしてほしい。なんか僕のイメージ、ケニー君選手大学行ったらまたプレースタイルが変わりそう、いいプレイヤーになりそうやなって、すごいなんか変に想像してます。いや、ぜひなんか暴れ散らかすケニー君みたいな。これよかった、聞けて。マジ頑張ってください。で、小川君はどうですか。そのまあ京都ハンナリーズの練習生から筑波大学に行くということで、まずこの京都ハンナリーズでの練習ってこうどんな感じなんですか。一つ一つの練習から高校とは違ってなんか強度とか精度とか、うん、なんかもう全てを試合に向けて準備してるっていうのが、全てレベルが違ってすごい勉強になります。あ、そうだ。やっぱけどね、なんか違うよね、やっぱりこのカテゴリーごとに。いい刺激ですね、本当に、はい、そういうの感じれるのは。で、実際にこの京都ハンナリーズに入ることになった経緯としては、どんな感じの経緯で入ったんですか。僕が話を聞いたのは吉田先生からで、吉田先生から練習生とし、あ、ハンナリーズから声がかかってるって言われて、おお、足の状態がどの頃に復帰とかちょっと目処が立たなかったんで、すぐ話は進まなかったんですけど、ちょっと目処が立った頃から、ハンナリーズの人と話して決まりました。いやー、すごいな。けど夢あるな、こうやって高校生が B リーグに挑戦とか、こう練習生で入るっていう、この新しい、刺激をもらえる環境にね、行けるっていうことが可能になってきたじゃないですか。最近バスケ選手の価値がどんどん上がっていって、すごいいい時代になってるなと思うんで、ぜひね、これからスターの道上がってください。3人とも期待してます。僕はみんながスターになる頃にまだ頑張れてるように、あの配信配っておきます、この業界で頑張ります。僕も、まあ、お互い頑張りましょうということで。はいはい、ということで、今回いろいろ洛南高校の皆さんに、お話伺ってきたんですけども、最後に皆さんに今後のね、目標と抱負を、聞きたいと思います。じゃあ新キャプテンから今後の目標と抱負お願いします。洛南を日本一にします。最高めちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃいいけど、ほんまにけどね、言葉にすること大事やから、言葉にしないと夢は現実にならないから、ぜひ頑張ってください。はい、はい、じゃあもうそれぐらいね、やっぱ後輩がここまで大きいこと言ってんから、自分の夢、これからの抱負、大きいこと言ってください。じゃあケニー君お願いします。試合に出たいです。おいおい、笑いとしては100点やん。じゃあ分かった、大学行って試合出て、で活躍してチームを優勝させる、その後どうすんの。プロになって日本代表になります。最高いや、めちゃめちゃいいやん、素敵やな。じゃあ最後に小川君、大学からは、本格的に一番をやらせてもらうんで、まずは試合に絡んで、試合に出れるようになってからポイントガードとして、勝利に導くプレーをしたいです。いや、これ大学の目標はそこまでね。じゃあ次その後、プロになって日本を代表するプレイヤーになりたいです。最高や、宣言しとこう俺もそれまで追っかけます。ほんまにもうぜひね、もうこれからの未来ある選手なんで、本当にみんな、これからね、君たちが絶対この今のね、小学生中学生みんなにこう夢を与えていく選手になると思うから、ぜひぜひね、頑張ってください。夢を大きく、それを実現していく姿をね、これから、今バスケをやってるちびっ子たちに見せていけたらなと思うんで、頑張ってください。お互い頑張りましょう。ありがとうございました。バイビー